県内の多くの自治体が冬のボーナスを支給しましたが、支給額は県・広島市ともに去年を下回っています。広島県の一般職の平均支給額はおよそ50万3400円で、去年より2万円余り減少しました。湯崎知事には去年より10万7000円近く少ないおよそ310万1600円が支給されました。 一方、広島市の一般職の平均は、去年より2万5000円余り少ないおよそ57万2600円、松井市長も去年より12万円余り少ないおよそ315万7300円が支給されました。